林は、みおちゃん、ミッチボールいる？ちょっと待って、後ろ見て、イノキの騎士。同志。お、同志。なんかすごい、いつもくだらないことを共有しております。同志っていう感じわかんないけど合ってんの？あれこ合ってる合ってる合ってる。しかもさ、これあ、まあ、合ってんのか、微妙いなの、これ見えてるかな、上から見たら指導なんやな、矢印順で言ったら同志だけど。そう、矢印で見てください。感じ合ってる感じが。神奈川さやと八久保美代が笑っているわ。そう、二人はいつめん、いつも楽屋の席は隣、でも今回は私が、違う、こちら、私が隣、やくぼかわいい。やくぼの歌ね、今の。こんなに素をね出せる人ってなかなかいないなって思うぐらい、こう仲良くなれたね、とっても。そうね、そうだから林が彼氏っぽいって言われるんだけど、彼女は見た目はかっこいいけれど、すごく抜けている部分があったりだとか、あのとにかくおかしい、面白おかしいことをしてくれる人だから、うん、その素の姿はね、かっこいいっていうのよりも面白い人だなっていう方が強いから。ドキドキしちゃう、ドキドキしちゃう、動機がすごい私今。隠してそんな、ダメだよダメだよ。みくちゃんとか、まあ私が個人的に一方的にすごい好きなので、その話だからさ、いつもね裏で言ってんのよ、あの林がみくちゃんのこと本当好きなんだよね、可愛いんだよね、でも私も好きだしっていう話。でも違うんですよ、あのやくぼちゃんは結構、あのなんだろう、子さんアピールしてるけど、ちょっと子さんじゃないんですよね、私の方が子さんなんですよ、まだ。そうなんですよ、違う、なんかあるんだよね、自分の子さん話が。いや、そうなんです、私がもう最子さんだって言えるのは、はい、まずあの5期生の子たちがみんな一列に並んで、その挨拶してくれた時があったんですよ、結構、ね、来てくれたね、本当一番最初の、一番最初、私たちが初めて5期生の子たちに会った時に、うんうん、まあ、左から2番目にみくちゃんがいて、左から2番目と、いや、その時に、まあ、結構白を基調としたコーディネートで、はい、あのワニワニクリップあるじゃないですか、大きい髪の毛を止める、あれで髪をハーフアップに止めてたんですよ、私はもうそれ今でも覚えてるんですよ。はいはい、もうこれは私が一番最初に、はい、あ、この子が可愛いって思ったので、はい、もうこれは私が一番子さんだと思って、この話30回ぐらいされてるんだけど聞いて、違うの、その一列に並んで挨拶してきてくれた時はちょっと離れたところに、だから私目悪いから見えなかったの。いや、信じて、これでも私前に結構人いたんですけど、やっぱその中でも、あ、この子は逸材だっていう、ね、その見抜く、やっぱなんかこう、違うよ、なんだろう、宿ってました、全の顔がもうボヤボヤなくらい私は見えてなかった。あ、だから仕方ないの、これは。でもちゃんと昔からこの子は一番可愛いわ、面白いなって思ったの。いや、でもその、まあ、やくぼちゃんが昔だった私は、まあ、大昔から好きなので。すごい一ノ瀬美空が可愛かったです。本当に可愛くて、スクリーンショットして本人に送りました、本当に。こんにちは。こんにちは。みくちゃん、あの今日はあの、うん、あやのとこにも行ってきたけど、みくちゃんのとこにも来て。え、あやのとこ行ったの？あ、みくちゃん、みくちゃん僕のこと私一途な人じゃないと嫌だな。そっか、じゃあ次のシングルもっと積むね、ごめんね。ミキちゃんのこと本当ね大好きなんだよ、いつもね、あのね、バイトしてる時とかもね、ミキちゃんのこと考えてるね。本当嬉しいな。すごい、そのミキちゃんすごい目がキラキラしてて可愛いね。あ、本当に、ちょっと必殺技とかもらってもいいかな。お時間です。もしこれから後輩がミキたちにも入ってくるじゃん、多分、で6期生とか7期生とかの子が、うん、私林さんが好きでって言って、それかもう言わなくても林さんがもうその後輩のこと可愛がり出しちゃうかもしれないじゃん、うんうん、そしたらミクもその子と仲良くできる自信がないから、もうそれはだからこれ以上好きになっちゃったミク、その子のこともめっちゃ敵対視しちゃいそうなの。聞こえてきた。何今の。八久保さんは遠藤さくらさんが好きって聞いたんですけど、で言われた時の八久保ちゃんをやります。じゃ
3、2、1。そうなんですよ、私の推しはですね、この遠藤さくらちゃん、この口がキュッてなってるのが可愛いんですよね。そう、声が難しいんですよね、やこぼちゃん。いやでもこういうこと言ってるんですよ。ルルルの声も好きだよルルルの歌大好きだよ。ルルルの声いいよね、いい声してるよね、ほんとね。ほんとになんかかっこいい声もいけるし、うん、なんかそういうなんか可愛らしい声も多分出せると思うし、うん、いい、自由自在だよね、ね、なんかね素敵。あ、これね、意味わかんないよね。これさ、聞いとったのってよく言われるの、うん、聞いとかないんですよ、本当にあのね、何写真これやつついてるでしょ、あたいだよ、あたい。最近ほら、林がさ、ルルルって呼ばれてるでしょ、ね、だから私がボボボって呼ばれるのめっちゃ笑うじゃん。それも多分あそんなに浸透してないので、ね、めっちゃ笑ってる。やくぼちゃん、みおちゃん、みっちゃん、このあたりでお話ししてくれるとめっちゃとってもお話ししやすいかなって思います。みっちゃんって呼んでくださいみっちゃんと呼んでください。みっちゃんかみおちゃんかやくぼちゃんだね。以上。ほらかわいそうな顔しちゃってる。入ってきたから、じゃあちょっとね、アップしないで撮ろうと思って撮ったのよ。どうもすいませんね、邪魔して。本当になんかすごいさ、私もほらこうやって3人でいたはずなのに、うん、勝手に2人でいたことに歴史が切り替わってんのよ。なんか2人でいたところに乱入してきたんだよね。いや乱入じゃないでしょ、ね、乱入してきたんで、なんか私がさっきの写真だろうって言ったら、うん、なんか許さないよって言って近づいてきたんだよ。でもルルルの方がなんか強いですよね。なんかな、深いですよね。好きですよね。欲しいよね、もっとね。そうそうなんです。ルルルのことだね、きっと。ルルルなんでしょ。また呼んでるよ。ルルルね。そう、私がルルルっていうとみおちゃんはいつも嫉妬しちゃうんだけど、でもね、なんだかんだ言ってやっぱり一番はみおちゃんだし、ほーら、私のことを、ね、いや好きって言ってくれる子、ありがたいことに凪ちゃんだったりとか。増えたね。林ちゃんの最近のお気に入りのファンからの呼び名はありますか？呼び名？うん、ルナちゃま。ルナちゃま、うん、おー すごいね、ルナちゃま。ねえ、そんな真面目な顔で言わないで、ほんと。2人が今まで呼ばれたことがある変わったあだ名はありますか？え、ある。私ある。何？メスゴリラ。やだ、なんで？メスゴリラも良かったですね。メスゴリラいいんですよね。どんな感じなの、ヤクボといるとき。もう家族よりも一緒にいるぐらい一緒にいるから、うん、本当にずっと最近ね、うんうんうん、今までだったら親に一番に話してた話を、うん、ヤクボに最初に話してる気がする、だからなんか、うんうんうん、会うその頻度が合う、あるから、めちゃめちゃ確かにね。そう、私仲のいい人のことをあなた、あーたって呼んじゃうんですよ。デヴィ夫人か。ご規制ピンクなの。でも黄色と紫にいいな、幸せを捨てたいから可愛い。私ピンク好き。いいね、通る匂い。この時代めっちゃ好き。一番見やすい。そう、見やすい。めっちゃ可愛い。いいじゃない、おしゃれじゃない。おしゃれじゃない。役所がかかったんだよね。ごめんなさい、ね、あなたじゃない、ね、55わかんない、ごめんなさい。今日はパンダの2人に来てもらいました。パンダです。あ、すごいね、かわいいじゃん。かわいいでしょ。かわいい、よかった。そうならスクショタイムだね、これね。このポーズパンダだよ。スクショした、みんな。スクショした。じゃあ散ります。ああ、じゃあそこにいたらちょいと。あ、ほんと？うん。じゃあ早速宿題をしようと思います。懐かしいですね、この宿題するの。誰か分かってるの？ヤクボと松尾さんですよ、今のは。そう、林一人じゃ何にもできないんだよ。みんな知ってるかな？
本当に一人じゃ何もできない、どこ行くにもついてきてって言うから、多分私の方がしっかりしてるなって思います。一人で行動できるようになってね、林。